明日から使えるテクニック、アステク教えるイージードゥゴルフ。小郡カンツリークラブ、戦略性豊かな自然のレイアウトがゴルフ本来の醍醐味を引き出す27ホール。先週と同じく西6番ホールでレッスンです。成田プロ、今回は今回もドライバーになります。私もドライバーが右に曲がってしまう癖があるんですよ。なるほど。じゃあまずはスイング見てみましょう。お願いします。上地さんのドライバーをチェック。女性特有のクラブが重くてグリップだけが先行してクラブが遅れてきてスライスするっていう典型的なパターンだったので、成田プロ、はい、今日のアステクお願いします。はい、コースに来てどうしても右に行ってしまう場合はフェースを少しだけ閉じて打ちましょう。グリップをしたまま閉じてしまうと打つ瞬間に戻ってしまうので、グリップをする前に少しだけねじってフェースを閉じてもらって、そこから握るようにしましょう。フェースを閉じるのは少しだけで OK です。まず普通握って、はい、握ってで一回離して、離してちょっとかぶせてもう一回握り直す、はい、そんな感じです。はい、どうや、いい感じ、完璧、まっすぐ行きましたよ。ゆまちゃん、はい、作戦的中じゃないですか。まっすぐ行きましたね。すごいですよね。今日のアステク、はい、ポイントは、はい、コースに来てどうしても右に曲げたくないという場合はフェースを少しだけ閉じてみましょうというポイントですね。なるほどな。